パトリック・マカウは、ケニア東部州出身のマラソン選手。2011年のベルリンマラソンで2時間03分38秒を記録して、男子マラソンの世界新記録を樹立した。ハーフマラソンの自己記録58分52秒は、世界歴代7位の記録。ポッソスポーツと代理人契約を結んでいる。マカウは、ケニア東部州。 マチャコス郊外にあるマニャンザーニ村の貧しい農家の次男として生まれる。マカウの少年時代から村には水道やガスはなく1キロメートル以上も歩かなければ水を汲むことすらできないという環境で育った。親の収入は月におよそ10ドル程度でその日に食べるものや着る衣服にも困るような貧しい生活であった。本人は後にマラソンを走っていて 辛くなった時でもこの時代の苦しい生活を思い出すことでさらにエネルギーが湧いてくると語っている。マカが陸上競技を始めたきっかけはこうした貧困から抜け出すためであった。東アフリカ地域では マカウのように貧困に苦しむ若者が特別に道具も必要とされないマラソンランナーを志すことはそれほど珍しいことではなく、またマカウにとってもこれが貧困から抜け出すための唯一の手段であった。マカウが本格的に陸上競技に取り組み始めたのは2001年のことである。この年には学校で1500メートル走と5000メートル走の学年代表に選ばれ、 翌2002年には東部州の代表に選出された。これ以降マカウは長距離走の年代別国内大会に出場を続けていく。学校卒業後、20歳になるとマカウはランナーになるため生まれた村を出た。その2006年に行われた世界ロードランニング選手権は26位。翌2007年のラース・アルハイマハーフマラソンでは59分13秒。を、 記録して58分53秒の世界新記録を樹立したサムエル・ワンジルに次ぐに2007年の世界ロードランニング選手権と2008年の世界ハーフマラソン選手権はいずれも2位に入り、ケニアの団体優勝に貢献した。2008年の CPC デンハーグハーフマラソンを勝利し、2009年のラース・アルハイマハーフマラソンは、 世界歴代2位となる58分52秒を記録して優勝を飾った。マカウは2009年4月のロッテルダムマラソンで初マラソンの舞台を踏み2時間06分14秒を記録して4位に入った。初マラソンの記録としてはエヴァン・スルトが2003年のシカゴマラソンで記録した2時間05分50秒に次ぐ世界歴代2位の記録であった。 マカウは2010年3月の CPC デンハーグハーフマラソンでセカンドベストの59分52秒を記録して優勝した。4月のロッテルダムマラソンは世界歴代4位となる2時間04分48秒を記録して優勝を飾った。ロッテルダムの後、マカウはベルリンに目標を定めた。9月のベルリンマラソンは ロッテルダムマラソン2位のジョフリー・ムタイと再戦、マカワ・ムタイをラストスパートで振り切って2時間05分08秒の記録でワールドマラソンメジャーズのポイント対象レース初勝利を飾った。この年のベルリンマラソンは、コウと霧が世界記録の更新を阻止したと言われるものになった。2011年4月のロンドンマラソンでは中間点付近で転倒したにもかかわらず、 走り続け、2時間05分45秒を記録して2位、マーティン・レルとキンサの3位に入った。同年5月、マカウは、国際マラソンロードレース協会の2010年度年間、最優秀選手賞を受賞した。2011年ベルリンマラソンにて2011年9月25日、マカウは、ベルリンマラソンに出場した。 ハイペースの戦闘集団でレースを進め、27キロ地点で、ハイレ・ゲブレ・セラシェを振り切ると独走に入り、2時間03分38秒の記録で連覇を飾った。同時に、ゲブレ・セラシェが保持していた、世界記録を21秒更新した。レース前のマカウは、世界記録を更新して、記録をケニアに持ち帰りたいという意気込みを語っていた。 レース後に次のようなコメントを残した。今朝の体の状態は良くなかったが、走り始めると、体はとても良く反応し始めた。それから記録を意識し始めた。32キロ地点で勝利とそして、世界記録の更新さえもが可能だと思った。ラスト10キロは、大変だった。2012年開催のロンドンオリンピックマラソン競技、ケニア代表3名の枠をぐる争いは、 熾烈なものとなった。ケニア陸上連盟は2012年1月に代表候補選手6名を発表したが、これらの選手たちの中には世界記録保持者のマカウ以外にも2011年10月に行われたフランクフルトマラソンにてマカウの持つ世界記録とわずか4秒差と迫る2時間3分42秒という、 世界歴代2位の記録を叩き出したウィルソン・キプサングや2011年4月のボストンマラソンで非公認記録ながら2時間3分2秒の驚異的なタイムを叩き出して優勝しニューヨークシティマラソンでも従来の記録を2分以上縮める驚異のコースレコードを叩き出したジョフリーム隊同じく2011年ボストンマラソンで 飛行人記録ながら2時間3分6秒で2位に入り、シカゴマラソンでもコースレコードを叩き出したモーゼス。モソップ、2時間4分40秒の自己ベストを持ち2010から2011シーズンのワールドマラソンメジャーズを制覇したエマニュエルムイさらに2時間5分4秒の自己ベストながら2009年と2011年の世界陸上競技選手権大会で2連覇を達成していた。 世界大会での実績十分なアベル・キルイと、4年、前の五輪金メダリストのサムエル・ワンジェルを超える、実力を有すると思われる世界でも、別格の選手たちで占められており、いかに世界記録保持者たるマカウといえども、容易にはオリンピックに出場することができないほど、ケニアマラソン勢の層は厚かった。それまで追う立場であったマカウは、世界新記録を樹立したことで追われる立場となり、 しかも代表選考レースとなるロンドンマラソンは世界新記録を達成したベルリンマラソン以来初めてのレースであったこともあり当時のマカウを見ていた者の,の中には代表選考に当たって彼が大きなプレッシャーを感じていたと指摘する者も,もいる例えばマカウと同じ練習場を利用していた仲間たちはそれまで以上に厳しい練習を自らに課すマカウを見て オーバーワークになっていないか心配していたという。実際にオーバーワークによるものであったのかは不明であるが、ロンドンマラソンの10日前にマカウは、スピード向上のための練習中に、太ももの裏側を痛めてしまった。マカウは出場はしたものの優勝候補と目されながら、途中棄権し、このロンドンマラソンで優勝した、キプサング、6位のキルイ、7位のエマニュエルム・タイガ、 ケニア代表に選出され、現役の世界記録保有者が、オリンピック代表選考に落選するという結果となった。2011年9月ベルリンマラソン 24km 地点における、マカウとゲブレセラッシェ単位は、IAAF より作成。ありがとうございます。